サメ。え、サメ答える？サメ答えようかな。うサメってさ、あれ？あの、ブログで書いたそうらさ。そうそうそう。なんだろう。サメの好きなこと3つ。まあ何が好きかって言われたら、フォルム。あと、まあ、ちっちゃい頃にじいちゃんがジョーズの映画を見てたのがきっかけは。一押しの選手。みんな若いからな。全員なんだよな。俺より下全員。名護慎太郎が好きって書いてあるから、名護慎太郎にしよう。どこまでが若手なんだろうね。だんだんさ、低くなっていくじゃん。若手のあれが。昔はさ、22、23でもさ若手じゃん。けど今もう二十歳以下ぐらいがもう若手なんじゃない？わかんなくない？ちょっとその基準が。名護はてな。それより下は杉岡。え、下なの？下だよ、21だよ、21だもん。顔は俺より年上。まあ顔だけで言ったら俺より年上のやついっぱいいるからな。犬飼とか、ベニマルネタ多いね。愛犬ベニマル元気ですか？ベニマル好きなところ。好きなところは、土井に一番忠誠心を持っている。2個目は、まろうな、常に全力。毎日一緒に寝てくれるところ。何、試合中意識してることは何ですか？僕もサッカーして参考にした。試合中意識してることは何だろうな。で、目標を持って試合に臨んでるんで、その毎試合毎試合ね。違う目標、それをクリアするために逆算してプレーする。全員。え、しかも名前もしょうまらしいですよ。両親ナイスしょうまって言ってください。最近いるんですよね、なんか親が好きで。しょうまって名前つけましたみたいな子供に。ああ、特になかったな。知らなかったもん、まずどこが強いとか。でも中学、ジュニアユースの時は、その大前君たちが、こう、わーってなってた時だったんで、まあ、龍慶行きたいなみたいな、なんか、龍慶かっこいいなみたいなとこあった。高校上がる時、まあ、ユース上がる時に、そう、学校の先生と「お前どうすんだ？」みたいな言われて、「ユース行きたいっす」って一回言った。「バカかお前」って言われた。「ユース行け、学園行け」って、ユース上がれって言われて。もうね、なんかうちはもうなんかもう前々からオフって決まってても、結構なんていうんですか、その時に決めちゃうんですよ。予定あんま組まないんですよ、うちって。とりあえずなんか、そこ行ってみる？みたいな、急に。まあ短ければ短いほどやっぱり近場になっちゃいますよね。長いほど、まあ泊まりだったり遠出。海外はあんま行きたくない。日本が一番いい。フレーバーって何すか？ああ、わからん。模索します。好きなフレーバーってなんか。ナイス。今、探し中っていうか、なんか、もう、ひたすらただ、集めて飲んでるんで、
これがうまいっていうのをまだ言うほど飲んでない。まだ語れるほどあのテイストしておりません。ペーペーです。俺資格取ろうと思ってるんですけど。それ大変じゃない？でも大変って言ってもだって暇っすもん。どうせ入れ方とか味とか味これ匂いとかこれだとなんちゃらとかダージリンの種類とか。そう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 、そうだね。あの本名の犬飼いを、あ、そういうこと。そうなんていうんですか、それのあの犬飼いをいじってるだけ。いじってるっていうか、なんていうんですか、そういうの言葉が出てこない。インフンデル的な、なんつうんだろう、そういうの。犬飼いだからね、だってもじってる、なんていうんですかね、そういうの。犬飼いと犬飼いだしってその感じでないって。そう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 、犬飼いと犬飼いこちらからは以上ですでしょう。あでも AIM よくやってたな。やってた、うん、好きだった、大好きだった。いいもに帰ったらたまにお母さん作ってくれますけど、ね、美味しいよ。俺あとタマコン、タマコンが大好き。ザオーとかめちゃくちゃあるんですよ、ね、作ってもらうんだけど、やっぱりね、売ってるやつと違うんすよね。多分さ、でかい染み込んでんすよ。でかい鍋で作るからだと思う。小泉選手の好きなところはなんつうんですか、あの悪の感情が一つもない純粋で善しかないところ。大人になって5回は職質されたって言ってましたね。何にもしてないのに。めちゃくちゃできた。最近俺すげえっすよ。逆に自分から話しかけるぐらいのチェンジドイ。もちろんもう乱用してますよ。サッカー以外の特技、なんだろう。ベニマルの特技、ベニマルはね、結構ね、なんだろう、特技は自分で、あの扉開けれる。どういうの特技、サッカー以外のどういうの特技は、滑る。ですね、トイワールドの入り口はそう、あなたの目の前にもあります。え、誰だっけな、多分ですが、多分犬飼いだったと思います。俺か犬飼いだと思うんですけど、多分犬飼いだと思うんだよな。 K ではない。いや、どちらでも。小学生にドイって呼ばれる？うん、なんかドイショーマだって言われる。俺大体ドイショーマだってフルネームで呼びます。フルネームだよね、はい、やっぱなんか解説者とかもドイショーマって言うし、語呂がいいのかな。そうそう、最近は、レンコンのなんつうんだろう、あれ肉挟んであるやつ。あ、レンコンと肉の挟み揚げ、揚げ、うん、揚げ、揚げ、揚げってなんだ。あのほら、あのフライパンで、ハサミ焼き、焼きだね、照り焼きみたいな、そうに、なんて言うんだろうな、まあ照り焼きソース、照り焼き味、ドイ会メンバー絶賛メニュー。どこでどこでって書いてた。あの J リーグなのか、世界なのか、鹿島でなのか、難しいな、それ
カズさんじゃない、やっぱり。カズさん。海外は。海外だったら、タイガー・ウッズ。やっぱり俺もそれ。もうインスタの虫眼鏡に出てくるんですよ。そのバンカーからチップインバーディーするみたいな。ムー君のこと、俺以上に天の弱。おめでとうございます。努力の賜物ですね。1億円で新型ナイキスパイクシューズ作りましょう。自覚はないんですけど、最近またよく言われます。あと、とうとう子供が相葉くんを見てパパっていうようになりました。共演以来お待ちしております。てか髪、俺が髪染めたらなおさらなんか言われる。黒髪だ、去年ずっと黒髪だったんですけど、大分トリニータマスコットキャラのニータは可愛いですか？答えとこ、答えとこ、それいいね。まずどんなんだろう、ニータ。亀なんだ。可愛い。ニータは可愛いです。シカオくんと仲良くねって。アントンの好きなところは、角が生えてるとこかな。鹿なとこ。あと、トナカイとも仲良さそうなところ。トナカイのキャラクター出てきてもいいですよね。そしたらチーム、チーム、いや鹿じゃねえよ、こっちトナカイだよっつって続ける上でだったら、やっぱ怪我しない、したくないっていう気持ちは年々強くなってってるかな。まあしたとしても、まあ、やなるべく我慢してでもやりたい。そのピなんだから、まあ言ったら完結したら、なるべくこうピッチに立ち続けることはを大事にしてる。小笠原光雄エアーって言いましょう。てかいいじゃん、もうミサオケンツとか。誰がいいですかでいいじゃないですか、そしたら。